ね、ラミーがね、めちゃめちゃ疲れてて。っていうのも、前日がさ、7月7日がネポラボでさ、ライブあったじゃん。だから、あれの次の日だからめっちゃ疲れてて、こんなラミー見たことないってレベルで疲れてて、あ、みたいな、あ、疲れた。楽しかったけど疲れた。みたいな、あ、みたいになってて。そう、でもね、なんか楽屋でさ、なんか団長が、あのさ、ご飯、あの、おやつ食べて、何言ったか忘れたけど、なんか、あの、ラミーを癒すようなこと言ったんだろうね。あ、はぁ、ノエタ癒されるって言ってくれて、よかったって。はぁ、みたいな。あ、なんかノエタ見てると癒されるわーって言ってくれて、癒されたか。わかんない。なんで癒されたのかわかんないけど、何が金銭に触れたのかわからんけどね、癒されてた。うん。いや、何言ったか覚えてねえし、なんか普通に、あれだな。普通に過ごしてたよ。男女普通に過ごしてたら、はぁはぁ、みたいな、なんか、はぁはぁ、はぁはぁ、みたいになってて。いや、そっか。まあでも、そういうこともあるか、と思って、ね、思いましたと。